海上自衛隊で、ものすごいスピードで進める FFM 建造計画は、12隻終了が決まり、次期 FFM が10隻建造で、さらに無人機化計画との情報をキャッチしました。今回は、この次期 FFM 建造計画開始を詳しく見ていきますね。確かに、世界に先駆けているシステム売れるな。海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるもがも、型は、工事の最終の進捗の兼ね合いで、2番艦の熊野が、先に、2022年3月、1番艦のも、神が、後の翌月の4月に、収益を果たし、さらに、同年12月には、3番艦の城もこれに続いた。すでに、今年2023年3月には4番艦である、三隈も収益を迎え、本年末の12月には、5番艦の収益が予定されており、来年2024年まで、このペースでの年に、2隻の収益が行われた後、翌2025年からは、1隻ずつとなる見込みだ。も、神型護衛艦は、2018年度頃までには、最大で、22隻の建造を行った上で、およそ40年間となる期間に及ぶ運用が想定されていたが、2022年末に、改定の上、新たに閣議決定を受けた、いわゆる安全保障関連の3文書の内容で、これは覆された。そこに、ハモが、三型護衛艦は、2023年度までに計画された、12隻の建造をもって終了することが明記され、以後ハモが三型にて染めて付与された艦首記号の FFM を受け継ぐ、新型艦を10隻建造する方針であると判明した。日本の防衛装備庁で、ハモが三型を引き継ぐ、今後の新型 FFM の開発を進めるべく、企画提案に参加する事業者の公募、説明会、企画提案という手続きを実施しているが、担い得る条件を満たすのは、やはり2社しか存在していない。この2社とは言うまでもないかもしれないが、現行のもが、三型の設計と大半の建造を手掛ける三菱重工業者と、出雲、片山屋型などの建造を行ってきたジャパンマリンユナイテッド社であり、いずれかの案が採用されることとなる。さて、そんな形で、一応、12隻での建造で終えることが確定したもが三型護衛艦ではあるが、新型の FFM も10隻の建造が見込まれていることもあり、海上自衛隊の護衛艦の中で、数の上での主戦力となる位置づけに変化はない。いわゆる安全保障関連の3文書によって規定されている海上自衛隊の護衛艦の数は、総数で54隻体制と従来から、増加はないが、その中でもが三型、及び、新型 FFM は、22隻を占めることとなるため、全体数の、ほぼ4割を占める計算となる。イージス護衛艦も、現在の8隻から、2隻増の10隻へと増加することが決まったものの、老朽化した護衛艦の代替に、ハモが、三型や新型の FFM が、その任を引き継ぐことが期待されていることも、この数の構成を鑑みれば一目瞭然だろう。一応、別枠としては、陸上配備型のミサイル防衛システムの用として、導入が予定されてながらも、中止が決まったイージス・アショアの代替策として、イージスシステム搭載艦の2隻の建造も進められている。ちなみに、このイージスシステム搭載艦の建造を担い得る造船企業も、三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社の2社しか、事実上、実施可能な能力を備えていない形であり、今後の防衛産業の国内育成という、点で困難な状況であることは否めない。さてもが三型護衛艦であるが、同クラスの備える特徴といえば、レーダー反射弾面積の低減に注力した、艦隊のステルス性、対機雷戦闘能力までも包括した多用途性、そして、
今後を見据えた消費と化を推進している点であろう。実際にもが、身型護衛艦が、どこまでのステルス性能を実現しているのかの数値は不明だが、例えば現在世界最大の水上戦闘艦とされている、ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦などは、24000トンを超える排水量だが、レーダー上では、2000トンクラスにしか映らないとも言われている。も、か身型護衛艦は、満載排水量では、5500トンを誇る大きさではあるが、1970年代と古い時期に建造された、キーロフ級ミサイル巡洋艦ですらそうした、ステルス性を有しているとの情報を鑑みれば、はるかに進化しているであろうことは想像できる。ただし、性能面を度外視した、個人的な感想を述べることを許してもらえるならば、昨今の水上戦闘艦艇派もが、身型護衛艦に限らず、どの国の海軍のものでも、デザインまとは酷似する傾向が避けられず、見た目で国柄が忍べないことは、少し残念ではある。続いて、ももが、身型護衛艦の特徴である、対機雷戦能力であるが、これまで、海上自衛隊の艦艇における、対機雷戦闘は、もっと小型の掃海艇が、専門で担当する分野であったが、これを大型艦で包括しようとしたコンセプトが秀逸だと感じる。も、が、身型護衛艦は、対機雷戦闘能力を保持するため、専用のソーナーシステムである、OQQ-11 が実装されており、機雷排除用には、2種類の無人機を運用する仕様で、水上用の USV と、水中捜索用の UUV を船内に収容する機能を備えている。このうちの水中捜索用の UUV が、OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機として、防衛省の技術研究本部が開発を担い、三菱重工業者が製造を行ったもので、これは、高周波にも低周波にも、対処可能な合成海溝ソーナーを搭載している。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機が搭載しているのは、高周波用の合成海溝ソーナーは、フランスのタレス社製、低周波用の合成海溝ソーナーは、日本の NEC 社製で、前者が小型、及び、ステルス化された機雷、後者が、埋没機雷の探知に用いられる。日本の防衛装備品において、フランス製の、技術や製品が採用されていることは決して多くはないが、この分野に関しては、世界的にも高水準なタレス社との協業を実現しており、非常に稀有な組み合わせだと言ってもよいだろう。そして、も、が身型護衛艦は、こうした機雷の掃海任務だけに止まらず、艦位式とはいえ、自身も機雷を敷設する能力も備えており、敵の敷設した機雷の排除だけでなく、状況に応じて、自ら、機雷による、海上封鎖を可能としている。これは、中国海軍の圧力が、南西諸島方面で増加していることへの対処を想定したものとめされ、最悪の場合、同海軍の艦艇が、南西諸島方面へ接近することを阻害するべく、水陸両用作戦の一端を担うことを想定してのことだと思われる。そして、も、が身型護衛艦の精進化についてだが、同艦は、基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トン、全長で 133.0 メートル、全幅で 16.3 メートルの規模を持つ艦艇でありながら、運用に必要な乗組人数は、わずか90名とされている。これはもが、身型護衛艦が直接代替対象としてきた汎用型のアブクマ型護衛艦が、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルの規模で、乗組員数120名としていたものよりも、30名もの消費と化が図られている。こうした精進化をもが、
身型護衛艦が実現できた理由の一つに、艦の運用に必要な機能を、ほぼ戦闘指揮所、CIC の一箇所に集約した点が挙げられ、従来は、別に置かれていた、ソーナー室や追記雷専用のスペースも、そこに統合されている。が、身型護衛艦の戦闘指揮所、CIC は、上部から見た場合には、円形に作られており、その円形の側面の、ほぼ全周を囲むような形で、モニターが配置され、総艦から、戦闘の指揮に至る、すべての制御を集約して行う形を実現させている。このもが、身型護衛艦の戦闘指揮所、CIC の形式を構築するにあたっては、2021年4月に、神奈川県の海上自衛隊横須賀基地内において、艦艇用のシステム開発試験棟内に、システムインテグレーションセンターを設けて対処した形だ。このシステムインテグレーションセンターでは、戦闘指揮所 CIC で使用されるモニターに、各種のレーダーセンサ類で収集された情報を映像と統合させて表示、状況の認識力の強化と、無人機器の操作を飛躍的に高めることを可能としている。アメリカの経済専門誌として、著名なフォーブス誌も、自国の沿海域戦闘艦が、新機軸の投入型で、費用対効果の面では、問題が多いことを引き合いに出し、もが、身型護衛艦は、堅実な技術の積み重ねが図れているとも評価していた。